三省堂ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和5年4月23日に大和郡山市議会議員選挙が実施されました。三省堂からは村田文明さんが立候補され、定数20、候補者25のところ22番目で落選されました。それでは開票結果を見てみましょう。はい、大和郡山市村田文明さん 617.78 票で落選されました。村田文明さん、お疲れ様でした。ではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメント入力をよろしくお願いいたします。